いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。フォルツァ7だね。エボリューションチャンピオンシップ2周目。さあさあ、いよいよディビジョン的には最後になりました。アーリープロトタイプレーサーズ。なんかもうね、MR 続きでちょっと気がめいてきてます。まあね、エリートは自分で選んだからね、しょうがないけどね。ね、さあ最後のディビジョンやっていこうか。ね。ものすごい MR だよね、これもね。さあ、車を持ってないので、自分で買いましょうね。どれにしようかな。うん、2、3いいね。すごい、とんでもない車だけどね。ああ、マツダもいいな。787B いいな。ね。あとはトヨタもある。各社用意されてらっしゃいますな。ただフロント 40% ってだいぶね、僕にとっては操りづらそう。これがフロント 45% で、日産も 45% で 490kW なので、700、800馬力弱ぐらいか、ぐらいかな。うん、で 787B が、あ、こっちの方がパワー上だ。怖いな。まあ頑張って乗ろうかね。こっちにしよう。よし、じゃあ95,000円、95万、結構するね。買います。買うほかないので買います。まあもう予想はつくね、どんな挙動なのかね。ドッカンターボでしょ、きっとね。ドッカンターボの MR、 あ、難しそうだけどね、そんなネガティブに捉えててもしょうがないよね。楽しもう楽しもう。まあでもね、そこまで重心が後ろ寄りではないので、まあセッティング次第では、そう、なんていうのかなね、1個前のストラトスよりは言うことを聞くんじゃないかなという気はしますが、まあ僕のこのアクセルワークね、右手の人差し指に7割以上の責任がここにね、乗せられるんだろうなと思うと、なかなかに緊張しますね。で、しょっぱながマウントパノラマサーキットだ。よし、頑張ろう。ここもね、もうほんと抜けるセクションが限られてるからね、無理するとぶっかっちゃうしね。さあ、周りも素敵な車がたくさんだ。おほほほ。すごい、音もいいし。ひひひ、怖い怖い怖い。そしてハンドルがものすごくクイックです。うん、そこまで後ろが巻き込んでこないね、やっぱりね。ただ案の定とんでもないトルクです。うん、すごい気を使って、本当にね、少しずつアクセル開けていかないとえらいことになりそうです。ここで抜こうとするのは不正解だろうな、多分な。うん、しばらく我慢のドライビングだね。怖い、すごい怖い。まず無事にこのセクション終わることを優先しようね。追いつく追い抜くは別の話だ。よし、なんとか無事にやりきったね。もう2周あるのか、なかなかだね。ただパワーはすごい。うん、ロケットみたい。吹っ飛んできそうです、どっかに。おお、怖いぞ。あ、操りきれませんでした。すいません。ぶっけちゃったね、あの人に。これはフロントのダウンフォースがとんでもないということなんだろうかね。すごいクイックです、ステアリングは。もう本当に、
特にね、その高速走行中、直線でのステアリングの敏感性っていうのは素晴らしいので、少し車高を上げるかもしれない、うん、ちょっとクイックすぎて僕にはついていけない領域です。なのでステアリングも本当に左手の親指をそーっとね、ほんのちょっとずつ倒す必要がすごい出てくる、うん、緊張感としてはプロジェクトカーズ2の頃の緊張感にちょっと近いね。もうほんと全ての指を、全神経を集中してほんのちょっとずつ操作するような感じ。うん、難しい、すごい楽しい。でも車のバランス的にはね、素晴らしい、うん、走っててそのオーバーステアすぎるストレスもないし、アンダーステアすぎるストレスも全くないのね。なのでもう完璧なニュートラルステアと今のところはね、僕は感じています。うん、怖い、お、よく止まったね今ね。さあ、あと1周でどこまで近づけるかだね、これはね。なんかそのね、プロトタイプカーとして今この車乗ってるけど、どうなんだろうな、フォーミュラーカーに近いような操作性の雰囲気があるね、少しね。さあ、ほいでも現在6位か全然遅いな。うん、難しい、攻めきれない、あのこの車の限界がね、まだまだ見えません。おーい、おい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 あーあああまあ、このコースだからっていうのもありそうだけどね全然極端なね、レイアウトのコースだから、この上り下りのくねくねセクションだと、もうコースの中にとどまることで精一杯だからね今のところ。あとは最後のあの直線セクションでどこまで抜けていけるかだな。うん、追いつけそうにないな、ちょっとな。遠いぞ、どこまでいけるかな、この車のロケットのようなね、加速を持って。コーナーまでには追いつきたいけど、いけるかな、あ、いけるいける。あ、怖い、あ、怖い。すごいクイック、ステアリングが。これは怖いよ。ブレーキ遅れた、ブレーキ遅れた、あ、ちょっとぶつかんないでお願い失敗しました、攻めちゃダメ、うん、プロジェクトカーズ2の格言が今ここで思い出されたね。攻めすぎちゃったね、畜生まあまあ、でもね、ダメージが出るようなクラッシュじゃなくてよかったね。悔しいな、乗りこなせないぞこれは難しいぞ。うん、失敗込みの10位だ。あ、ライト割れちゃった、あ、割れちゃった、あ、悔しい。うん、最後の失敗が悔やまれるね。あれがなければ6位か7位ぐらいだったのかなね。まあしょうがない、結果は結果だね、うん、受け入れましょう。はい、10位スタートだね。よし、じゃあ次のレースやってくるね。うーん、速い車だ、すごい車だねこれ1です。いや、あのね、徐々に走るに従ってこのステアリングの感覚がね、この僕の手に指に馴染んできている気がします。で、馴染めば馴染むほどとんでもない速さを持った車だなっていう、まあ他の車と比べてはね、同じディビジョンなんでそこまで極端に速くはないと思うけど、すごい楽しい、もう緊張感がすごいはい、4位までなんとか上がったね。
よし、じゃあ第3戦も頑張ってみよう。お、鈴鹿だね。第3戦は鈴鹿だ。うわー、楽しみ。久しぶり。攻めすぎないようにしないとね、生地知っていると他の車の感覚がね、オーバーラップしてきて攻めすぎちゃうことがきっとあるからね。さあ走ろうか。よし、じゃあやるよ。さあどうなるかな。ね、頑張っていこうね。ドキドキするぞ。うわ、怖い怖い怖い。あ、ごめん、受けちゃった早速。怖いな、この先怖いな。あ、開いた開いた、ちょっと開いた。おー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 おお、すごい、みんなアグレッシビー。アグレッシビーってなんだ、アグレッシブだね。ちょっと隊列ができるまではあんまり攻めらんないね。怖い。ただコースを知ってるっていうのは強みだね、やっぱりね。あ、君そっち狙うか。怖いことするね。難しい。強引だったかな。強引だったね。ごめんなさいね。カムイ選手のようにはいかないね。いつもね、あそこのヘアピンでオーバーテイクを仕掛けようとするとね、カムイ選手のことを思い出しちゃうんだよね。難しい。で、この車はね、その最初にニュートラルステアに近いんじゃないかっていう話をしたんだけど、少しアンダーステアかもしれない、もしかしてね。ただそのアンダーステアがストレスを生むものじゃなくて安心を生むものというのかな。最後の最後にアンダーステアが顔を出してくれるおかげで安心して攻められるように僕は感じますね。最後の最後にオーバーステアが顔を出しちゃうとね、スピンしちゃうわけだから、特に僕なんかはね、それにビクビクして運転をしなきゃいけなくなっちゃう。だけど最後の最後限界ね、コーナリングで限界を感じた時にアンダーステアが、うわー、アンダーステアが顔を出してくれるとね、お、そっかそっかって、アクセルをちょっと緩めたりね、フックでブレーキをちょんって踏んだりすれば回復できるので、そういう意味ではすごく安心して攻められる車なんじゃないかなと思います。うん、楽しいよ、すごい。ただね、すごいクイックであることに変わりはないので、こう鈴鹿はねロングコーナーが結構あるので大丈夫だけどね、そのショートコーナー、あのくねくね曲がんなきゃいけないとか。もう大丈夫かい君ら。おー、怖い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 。釣られてたのかな今の2台目。まあでも季節して1位かな今。1位だね。よしよしよし。あ、でもこれで終わりか。あ、クリアラップ取りたかったな。楽しいもんね。ね、コーナーの奥までブレーキを残しても、ブレーキを踏みすぎさえしなければちゃんとラインをねトレースしてくれて思った通りに走ってくれるし、すごい楽しいこの車。ただちょっとやっぱセッティングは出したいな。うん、あのほら、怖い怖い怖い、ちょっと大汗出しちゃったね今ね。そのブレーキはそんなに不満はないんだけれど、やっぱりね、こうステリングの反応性が早すぎるので、ほんの少し鈍くしておきたいな。で、あと前のそのバネが硬いのかダンパーが速いの、うん、遅いのか分かんないけど、もう少しね前への荷重移動を明確に起こしたいので、そこら辺の設定を少し変えようかな。まあそれによってアンダーステアが強まるかもしれない、あの加速時のね、かもしれないけれども、ちょっとそこはまあ要お試しという感じだね。はい、1位だ。いや、気持ちがいい、楽しい車。うん、すごいべっとり汗かいてる今。あ、楽しいね。このやっぱいい車だね。伝説を残しているだけあるね。さあ1位、今回も1位になって、総合的な順位は4位から、おっ、2位まで上がってきた。15ポイント差、なんとかなりそうな点差だね。よし、じゃあ今日はこの辺にしよう。ちょっとセッティング頑張って出して、次回ね、どう変わったのかまたお話できればなと思います。今夜も大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。